隙間でシネマ。今日はジャガモンと斉藤がお送りします。お願いします。試写会である映画を見させていただいたんですけど、こちらです。日本映画です。猿楽町で会いましょう。おー、ポスターおしゃれ。どこってまず思うじゃん、だから俺も知らなくて、渋谷の一部です。あ、東京なんだ。東京渋谷のごく一部の箇所が猿楽町という場所で、僕もこの映画で初めて知ったんですけど、もともと500日のサマーっていう、あ、はいはい、ラブストーリー映画があって、500日のサマーのドロドロしたバージョンだよみたいなことをちょっと前触れで聞いてて、ちょっとすいません、このプレス僕リュックに入れてさせて、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、びっくりした。なんか映画に不満でこう丸めてこう叩きつけたのかと思った。感極まった。そんなのは紹介しませんけど、ちょっと今ぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、ぐちゃぐちゃになる映画だったんですよ。本当に本当にそうじゃん。ぐちゃぐちゃはしてないんで、これたまたまぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、というのは、ラブストーリー、恋愛映画、はい、で、主人公がある写真家の男の子がございまして、で、全然売れない写真家、で、ある日、その編集部の人に、あ、そういえば君に頼みたいことあったって言われて、ある女の子のが、プロフィール写真を撮りたいって言ってるから、ちょっと手伝ってあげてよ、みたいな。この子も、女優を目指してるんだけど、なかなかうまく結果が出てないような。で、その写真が、なんか、結構いい感じだ、みたいな感じで、賞を取ったり、みたいな、ことがあるんだけど、ちょっと、この女の子側が、なんかちょっと不穏な空気があるというか、でもこの男の子がどんどん好きになってくるのよ、この女の子のこと。付き合おうか、みたいな感じで、付き合いました、みたいな。ってなるんだけど、そこからどんどん、なんかこの子ちょっと大丈夫みたいな展開が結構続いていくんですよ。そしたら急に3ヶ月前みたいな話になって、時は戻り、時が戻ってある人の話からプレイバックしていくんだけど、ちょっとメメントみたいな設定とか、その時間軸をちょっとこうずらしていくみたいな感じになっていって、で、どんどんこの女の子が何者なのかっていうところがどんどん分かってくるんだけど、最悪なの。あら、いいね。最悪。いい言葉出ましたね。最低。要はその時系列が戻ることによって、最初に俺らが見てる第1幕目の彼女が変な言動してたな、変なこと言ってたなってことの伏線が全部回収されていくんだよ。で、その時間も追い越して最新の話になってくんだけど、なんでそんなことすんのって。だからやめろって言ったじゃん、もうってなる。もうマジでこれは。で、最後の最後、もうクライマックスだよね、いわゆる。もうなんか、人間とは思えない言動の領域まで行くのよ。想像つかないな。もう、猿楽町でモンスター。どういうこと？猿になっちゃうわけじゃなくて、もうそんなこと言うなら、もうちょっと無理よ、みたいなところまでこの女の子は行ってしまう。120分以上あって、もう緊迫感が半端ないの。ずっとこう、緊張してるというか、ずーっと嫌な気持ちになってくんだけど、で、フィルマークス登録したら、ジャンルがあるじゃん。そこにサスペンスって書いてある。サスペンス横棒を恋愛みたいになってて、恋愛より先にサスペンスが入ってるんですよ。だからこれ、恋愛映画とか嫌だなとか、ラブストーリー興味ないって人でも、サスペンス好き？だから、シネマーションで紹介したので言うと、あれに近いかも。バッドジーニアスみたいな。ああ、なるほど。カンニング扱ってるんだけど、カンニング映画なんだけど、めちゃくちゃドキドキするっていうか、ちょっとこんなドキドキすると思わなかったって、ギャップあるじゃん。それがこれも当てはまって、ちょっと鬱な恋愛映画だって思ってたら、ちょっとこう、右斜め行く、上行くような感じになるから、だからちょっとね、こう、二人とも夢を追ってる感じあるじゃない。かつその胸クソだから、500日のサマーもそうなんだけど、ちょっとララランドの、ちょっとドロドロバージョンっていう感じ。だから付き合いたてのカップルでも絶対行かない方がいいかな、これは。愛に飢えてる人は絶対おすすめじゃないから。どういう。じゃあ俺見に行けないの。ん？くそ。おろ？あ、猿楽町と会いましょう。行ってらっしゃい。先に行ってて。ラムちゃん。ラムちゃん、応答、願います。応答で、助けて。エモーい、下北系の映画かなと思ったら。あ、そう、よくあるじゃん、下北行きたくなったみたいな。これは行きたくなくなる。ええ。猿楽町行きたいなーなんて全く思わない。え、
なんかドロドロ、血がドロドロとか。全く全く。スプラッターとかじゃない。人間性な。人間だけでも、人間スプラッターでしたから、もう。精神えぐられるやつ。そう、精神スプラッター。で、これ一応なんか未完成予告編大賞っていう。予告編だけの大会があって、それでなんかグランプリを取って、長編になった。これはね、食らいます、本当に。すごく嫌な気分になりました。うわぁ、ちょっとこれは、うん、体調いい時見ないと。そうだね。付き合いたてのカップルはちょっと嫌かもね。だから逆にだから、失恋をした人、うん、逆にこれを見て、そのなんか、追体験できるかも。なるほど。共感できるし、こういうのあるよなってなるし。はいはいはい。エッチなシーンあります？めちゃくちゃエッチなシーンあります。あ、じゃあダメだね、あのカップルはね。そう。よかったですね、エッチなシーンあるらしいですよ。はぁ、あ、知らねえし。知らねえし。知らねえし。ラムやめろってマジで。ふざけんなよ。小学生出てきた。あ